ででん。僕は今、何 FPS でフォートナイトをやっているでしょうか？チクタク、チクタク、チクタク。正解は、30fps でしたということでね、皆さん分かったでしょうか？正直、動画を 60fps で撮ってるんでちょっと分かりにくいんで、いや、それ分かった方が僕はすごいと思う。だから分からないのが多分僕は普通だと思う。だから、こんにちは、ゼルフィーです。分かった人は高評価。分からなかった人も高評価。そして、ゼルフィー、ブスだと思う人も高評価。こんばんは、カブキンです。ということで、今回はなんですけど、さっきも言った通り、ちょっとね、今 30fps にしてこんな感じで動かしてみてます。今回はね、30fps と、無制限ですね。この無制限の、どんくらい出るんだろう。無制限でロビーだと、200、でも言うて200ぐらいしか出ねえわ。240fps だと、どれくらいのね、差があるのかっていうのをね、いろんな人がやってると思うんですけど、僕は、どれくらい差があるのかっていうのを、編集マップで実際に数値化して、やっていきたいなと思います。実際に数値化するっつっても、僕のうまさとか、ちょっと慣れとかがあるんで、そんなね、しっかりとした記録ではないんですけど、240から144だったら、言うてそんな変わんないんですよ。けど、240から30ってだいぶ変わるんですよね。210fps 変わってるんですよ。やばくないですか？なので、今回はね、30fps で、編集マップをやった時と、240fps で、フォートナイトの編集マップをやった時だと、どれくらい差がね、出るのかっていうのをね、ちょっとね、実際に、調べていきたいなと思います。それでは、やっていきましょう。さあ、ということで、早速ね、やっていきたいなと思います。今回もこのね、花ちゃんの編集マップをちょっと借りてね、比較していきたいなと思います。じゃあ、まずは、30fps でちょっとね、やっていきたいなと思います。それでは、レッツゴー！遅っ6分5、6分5秒か。6分5秒かかった。めっちゃ時間かかったやん。やば。結果 30fps では6分5秒です。ですね、ちょっとやってみて思ったことはね、確かピングと FPS って、結構なんか比例っていうかなんか結構関係があって、FPS が低いとピングもね、低くなるんですよ。で、今多分30ピングなんですけど、多分ね、240にしたらね、ピング多分ね、低くなると思う。無制限にしとこう。ほら。さっき30ピングだったのに、今2ですよ。ね。ちょっと、やばい。私ずっと 30fps でやってたからさ、やばい。240にした時が本当にすごい。ちょっと逆にやりづらいかもしれん。いや、30fps からね、240に変わった瞬間、やばいよ、この、楽しいもん、なんか。ということでね、6分5秒だったということで、じゃあね、次は240でちょっとね、やっていきたいなと思います。4分35秒かな ?4 分35秒で、さっきは確か、13分55秒ぐらいで終わったから、まあ、明らかにこっちがまあ2分くらい早いと。2分ってだいぶだよな。カップラーメンが、もうすぐできるか作り始めたかっていう違いだから。ということで、違い分かりましたでしょうか？30から240にするとね、ちょっとね、やりづらくなるよね。逆にね、240から30ももちろんやりづらいんだけど、それをすることによって、30から240にしてみたとき、ちょっとね、言い訳っちゃ言い訳なんですけど、まあ、言い訳かな？言い訳だわ。ごめんなさい。はい。ごめんなさい。僕が下手だっただけで申し訳ございません。ということで、でも、2分ってだいぶでかい差なんで、まあ、そんくらいね、まあ、差が、まあ、出ましたよっていう感じなんで、皆さんね、わかりましたでしょうか？ 240 と 30fps の差について。まあね、ということで、まあなんかこの動画でね、まあ何か分かっていただければ、まあめちゃくちゃありがたいです。で、僕がね、まあこの動画でね、思ったことは、スイッチではマジですごい。改めて思ったね。改めて、あれで編集できてるのがすごい。でももうさ、僕なんかもう回線的に無理だもん。ありがたいことにいい回線にちょっと慣れちゃったからさ、ね、もう本当にすごいと思った。だから本当にね、まあちょっとね、スイッチ勢のことをちょっと甘く見てる人はね、ちょっと一旦やってみてほしい。240から30とか、144から30とか。まあ、60から30も結構変わると思うんで、それもちょっとやってみてほしい。本当にスイッチ勢すごいと思うから、そしたら、僕みたいに多分そしたら尊敬できると思う。ということで、もう本当に改めてね、なんかスイッチ勢の皆さんのことを尊敬した、まあ、動画になって、まあ、良かったなと思いました。ということで、皆さんもしよければチャンネル登録、高評価、コメント待ってます。では、バイバーイ。